神奈川県立上溝南高等学校は神奈川県相模原市中央区上溝に所在する公立の高等学校。1973年から1987年まで神奈川県が行った県立高校100校計画校の1校である。最寄り駅から徒歩6分という立地のため比較的広範囲からの通学が可能である。東京都に隣接している。 神奈川県相模原市に立地していることもあり、東京都や神奈川県の私立大学への進学者が多い。青山学院大学、明治学院大学、東京理科大学、法政大学、中央大学等の私立大学への指定校推薦枠がある。上水の神、明るく温かなイメージで生徒が健やかに育つようにとの意味を込めた南のなんということで、 同校及び周辺校の生徒からは、神南または南と略して呼ばれている。現在の校舎が完成した1977年4月に、新設された神奈川県立綾瀬高等学校が1977年4月から1978年3月まで、曲がりしていた。神奈川県立綾瀬高等学校が新校舎へ移転するときに、感謝の意を込めて寄贈された。 増加長県立綾瀬高等学校生徒会と書かれた鏡が現在も昇降口に設置されている。2002年4月から学校週5日制の実施に伴い90分授業体制が取り入れられた。特色としても挙げられることが多い。通常50分6単位の1日の授業過程を90分3単位プラス50分1単位に変えるユニークな試みである。 一授業90分ということで充実した授業を生むことができ、一つの科目に徹底させることができるとされる。また通常週30単位のところを週20単位まで収縮することに成功している。2015年には45分7単位に変更された。2017年から50分6単位に戻されており、2021年現在も続いている。毎年九月に 上、南祭りが行われる。公明の通称は上、南と呼ばれているが、学校祭の名称は上、南祭りと呼んでいる。創立当初から十数年間は陸上部の競合として県内では有名であった。大学進学後に箱根駅伝に出場した OB も多い。1984年の夏の高校野球神奈川大会において、 野球部が前年に春、夏の甲子園で準優勝した横浜商業に8対5で勝利し、当時全国屈指の強豪校であった横浜商業を、まさかの初戦敗退に追い込んだ。美術部はかつて、全国高等学校版画選手権大会の本戦選,選抜校の常連であった。優勝経験も有する。ありがとうございます。